は特別な体験です。真の勝者がどんな風に見えるのか知りたいなら、彼から目を離さないようにしましょう。ここでノーズプレス。ここでフラットダウンフラットレールです。パーフェクトなサブロクです。ランディングもクリーンだ。フレームレールを決めます。フィフティフィフティを決めます。トリプルロデオで大胆なグラブ、非常にスタイリッシュです。驚愕のトリプルロデオにグラブ、大きなトリプルロデオに完璧なグラブ。フラットレールに挑みます。テールスライドを難なく決めました。滑らかなノーズプレス、フィフティフィフティを決めます。Cレールを決めます。大技のチャンスです。スタイリッシュなグラブです。トリプルロデオからのグラブ、こんなトリックが今までにあったでしょうか。本当に見事なランです。これは現実でしょうか。ただただ圧倒的。私たちはスノーボードの新しい地平が開ける瞬間を目にしたのかもしれません。彼のこのパフォーマンスは他の選手たちへの強烈なメッセージです。全くとんでもない選手です。you